パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで、シダマツ、こ田千春、松山美組は銅メダルに輝いた。現地時間5日には、パリ中心部で行われたメダリストを祝福するセレモニーに参加。そのステージ上で試合中とは異なり、髪を下ろしたシダの姿が目撃されると、ネット上の海外ファンから、完全に芸術、とても美しい、などの声が上がった。 晴天の下で行われたセレモニー、パリの象徴エッフェル塔を目の前に臨むトロカデロ広場に設けられたチャンピオンズパークの壇上に銅メダルを獲得したシダマツペアも各国のメダリストと共に立った終始笑顔でセレモニーを楽しんでいた2人だが海外ファンが注目したのはシダの姿だバドミントンの試合中とは異なり長い髪を下したスタイルで登場 右手に黄色の花を持ちながらカメラマンに向かってピースをする1枚や、2人でエッフェル塔をバックに撮影した写真が世界に拡散されると、その姿にネット上の海外ファンが反応した。完全に芸術、美しい志田さん、とても美しい、2人とも美人、クイーン、などの声が上がっており、試合では見られないオフモードの姿が脚光を浴びたようだ。